配信だよ。ほほ、鈴木健介だよ。配信を今回もあと行くよ。ほほ、いつも通りだよ。コンティニュー。ほほ。前回確かあれだね。あーもう来た。オーマイゴー、もう来たよ、もう来たよ。しかもこっちやばいぞ。なんもないんじゃなかったっけ、こっち。隠れる場所、的なところ。わー、使いだー！なんでだー！なんで横通れんかったな！いや、おかしいね。たまにこういう、馬はいかんかった時っていうか、ようある。まだ来たわ。このゲーム、嫌よ、そういうところあって。あ、持ってこんかった。あーこわ。前回ですね、何だったか、神棚を調べようと思って、台が必要みたいな感じのあったんで、ちょっとそれをね、探索していきたいわけですが、一回行ったところにもまた新しくアイテムが出てくるっていうことがよく起こるんで、とりあえず地下から調べていきますね。また新しくさ、ここにもアイテム、さっきまではなかったんやけど、増えてますよみたいなことがあるけんさ、ちょっとさ、一通り調べなあかんのよな。あ、マッチ！あ、こうか、そうか、そうか。これあれじゃわ。一回、エンド1見てからやり直し、さ、ちょっと巻き戻ってやり直しとけ、マッチ取ってない扱いになっとんじゃ。ほうか、ほうか、ほうか。今回のセーブじゃ取ってないことになっとったんじゃ。よかった、よかった。忘れずに取り取ってよかったわ。左はこんな感じ。右側はって感じやな。ちょっと隅々まで調べんかったらさ、マジでどこに何が、お、なんか来た！火ばさみ！あー、これを使って、アズニャンのおっぱいツンツンしたい。そういうためのものではないぞ。かといって何のために手に入れてるものかわからんぞ。まさか台じゃなくて、これで神棚あさるとかじゃないんだろうな。バッジ当たりもいいとこやな、だとしたら。あ、これ！あ、これか！キャタツ！モーティに入ったじゃねえか、俺の求めとるアイテム。幸先良すぎる。誰ですか？地下から見ていきましょうって言ってくださった人。俺だ！冴えてるなぁ、今日は。わぁ、待って！いきなり出るのはずるくないですか？あ、ここ隠れればいいんか。あ、じゃあ早い段階で隠れるだけよかったけど。セーブしたいんじゃ。なんかいいアイテム手に入ってセーブしたい時に限ってこいつ出てくるような気がするけど。そういう時ありませんか、ゲームって。こいつにゲームオーバー食らされて苦い思いを何回かしたことあるからな。とりあえずセーブじゃ。やったー。ここよ、ここよ。ようやくこう調べれるけど、そのまま調べて出てくるもんなんかな。おう。ケタツのか、ケタツがアルトバイの会話が出てきたんだよな。そうね。その背の高さ、俺に分けてくれんかな。でもね、皆さん、女の人って結局、押し倒せば一緒なんですよ。なんてこと。押し倒せば結局一緒なんですよ。ベッドに押し倒したりしたらね。それはいいけどさ、アズニャ。何その手つき、何その手つき。ちょっとあれやない、男のあれをシコシコ吸うときみたいな手つきになってるぞ、アズニャ。わー、おっぱいよりそっちに手、目がいっちゃったな。その手つきを。まあ、そうよね、じゃないのよな。ん？まだ中に中あるんじゃ。大丈夫？そんなことして、バッチが当たりそう。もう、この子に及んでバッチとか言ってられんのよ。神棚の前でシコシコ手させよう時点で、ちょっとあんまりよろしくないんですよ。珍しくアズサが乗り気なんだから、怖がらすようなこと言っちゃダメ。
頼もーす。僕はこっち喋るけどね。おっぱいタッチ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 。これはどう、こうやな。ガタガタというか開きそうにはないけど、鍵がかかってる感じ。鍵がかかっとんやな。あ、そうよ、そう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 。これよ、これよ。一つなくなっとんよな。からの花瓶。ここで、これさせばいいんじゃ。こういうアイテムあったもんな。はい。わーお！そんなんで開くんじゃ。これは、なんだ、カセットテープ？おう、めっちゃ久しぶり見るやん、カセットテープ。今の小学生は知らないってきたやつじゃないこれ。うん、CD ですら最近買いよる人おるんかなって。ダウンロード販売が主流になってきとうけんさ、 CD 買いよる人おるんかな。今の時代売り上げは絶対落ちるはずなんやけどさ、 CD で音楽聴く人おるんかな今の時代。ああ、君ら知らない世代なんじゃ。ああ、でもお前らさ、20歳いっとるっていう設定なかったっけ。中で見たことあるような気がするけど。ああ、アズニャは見たことあるんじゃ。CD は一応現役らしいわ。これを専用の機械に入れて音楽を聴いたり声を録音したりできたらしいわよ。へえ、こんなものに声を録音してたんだ。いや、ジェネレーションギャップ感じてるな。俺もそんなに取り扱ったことがあるわけじゃないけどさ。でも専用の機器ってことはこれだけでは聞けないの？そうね、私が見たのはレトロ系の動画だったんだけど、確かラジカセって据え置きのやつの紹介で見たわ。うん、ラジカセがいるんよな。不便ね、ラジカセとかすごい久しぶりに聞いたけどな。この時代はスマホもデジカメもないから、このホテルのどこかにその機械があればいいんだけど。あずさちゃん、あったかな。あったかもしれんけどな、あんまりどこにあったとか全然覚えてないよな。うん、そう言われてみれば今で言えばだいぶ大きいよなってなるよな。ウォークマンとかあるけんさ。大きいんだよ。カセットテープ。カセットテープをオンしてね。アジネの谷間にさ、カセットテープさせたら音楽聴けたりせえかな。俺試してみたいんやけどいいかな、アズニャン。ああ、あったあったあった。ここにあったんじゃ。そうじゃ。そう、あったような、なかったような。全然覚えてないけどさ。いや、あるところ見たら、そういえばあったなぁ、みたいな感じがあるような、ないような。これで動かんかったら悲しいわ。ゲーム進まんからな。壊すなよ。どうした？なんだろうな、全然見当がつかんけど。確かに。なんであんなところに隠されとんだろうなって。やべえもんじゃねえの割と。はい、これ昭和の名曲とか流れて始めてきたらちょっと笑ってまうからな。
そんな神棚に隠すみたいな。お、まだあの音、あのナタの音じゃ。ぬいぐるみ追いかけられとん。オーナーがえらいことになってる。あ、オーナーがナタ追い持って追い回しとんじゃん、これ。やばい、あの豚の着ぐるみみたいな感じになっとるんじゃねえか、お前。え、じゃあ豚の着ぐるみにオーダーの魂乗ってんのこれ。エキサイトしてるな。マジで風呂場見たん、娘さんの裸見たん。そりゃあ許されませんわ。か、あとんでもないことになったんだよ、オーナー。うるさい。ああ。え、娘さんの殺した犯人を全員殺してやるって意味？いや、集団自決だろ、し無理心中したんだろお前。ひなみざわ症候群かね、これも。これもひなみざわ症候群かね、レベル4かね。やっちまったんかね、これ。首かきむしってないかね。後味悪すぎるやな。言おったな。言ってたわね。子供を殺して自分も死ぬ。無理心中ってやつかな。うん。しかもナタって言ってた。あ、もしかしてあの着ぐるみと関係あるのかな。乗り移ったのかな、もしかして着ぐるみ、あのお父さんの魂が。そういうことな。この音声直前の女の子が殺される直前の風景ってことね。何を伝えたかったんだろう。なんでもない。とりあえず改めて204号室に向かってみましょう。了解。何か手がかりを見落としてるかもしれない。はい、204号室ね。どうした、お？あー、ゼンマイケル。マイケル、マイケル、ゼンマイケル。なにこれ？なにこの、オルゴールに使えそうなゼンマイは。204号室やな。こっからだったら一番右か、こっから。もう女の子が出てきて、うわー、このタイミングで出てきますか。隠れるとこあったっけ。なんかもうあるわー。オッケー、はい、パンティータイム。いや、追いかけてきてないんかい。まあ、ただパンツを晒すだけだったわ。何かここにあるってことか、新しい何かが。あー、
待って待って、そのタイミングで出てくるなしたろお前、せっかく囲い取ったのに。あーあー、なんでやねん。おい、このゲームちょっと理不尽すぎんか。汚ねえぞスタッフ。なんかあるんか、ここ新規でテレビがある。あ、せっかくテレビ閉めてみたけん、もう一回ちょっとつけてみようか。何も起こらんだろうけどな。あれ？わ、ちょっとつくん？わ、つくんやけど！昔の様子が映されてるの？いや、まさかつくとは思わんかった。なんか嫌な予感するけどな。いや、これ嫌な予感するけどね。ついてくれたかと思ったら、なんかホラースプラッター映画とか始まる。ああ、画面から出るよ。僕は画面から出るから応援せねえ、やめろ。ここあー、パンティータイム。こんな短時間に2回もパンティータイムすると思わんかったぞお前。やりやがったなお前。いや、まさかお前テレビつくとは思わんかった。いつかつくだろうなとは思っとったけどさ、まさかまさかこのタイミングとは。さて、もう波乱があったけどさ、ちゃんと調べるわ。ここではないな。204号室に何かあるって言うよったけど、どこではないな。これはどうぞ。これが？なんかあるん？ねえ、ナナちゃん、あずさちゃん、どうしたのよ、これ。ん？なんでこれ？あー、ファンタスティ、ファンタジーラなかったん？あー、なんかいつの間出てきてんの？あるね。そうだね。あ、出てきた。じゃあさっきのゼンマイ使えるで。ゼンマイはまああるけんいいよ。ね、喋ってからアイテムかな。どこにつけるかわからんけど、はい、どここれ、ゼンマイの位置ってここか。え、違う。え、どこにつけるん、ゼンマイ。あ、ここか。ここにつけるんじゃ、ゼンマイ。こういうもんか。はい、あ、こういう付き方なんじゃ、ゼンマイって。あ、でもゼンマイだけじゃあかんのやな。シリンダーがないとか言おったな。そのシリンダーとやらを探しに行かなあかんのか、今度は。わかりました。ん？なんこれ？まだちょっといろいろ調べまい言ったんやけど、何かイベントが始まった。わかった。これオルゴールの部品だわ。あ、言おった、シリンダーってやつか、もしかして。言われてみれば。こんなところあったんじゃ。確かシリンダーっていうの、このトゲトゲが音程を持ったコームっていう金属の板を弾いて音を出すのよ。あー、あれか、見たことあるな。ほんまこのゲームさ、一回調べたところにさ、また新しくアイテム出てきておけんさ、何度も調べなあかんのよな、このゲーム。さすがアズサ、物知りね。うん。でも、なんでこの部品だけ？そう、誰かがこのパーツだけ修理でもしてたんじゃない？どんな曲が入ってるのかな？確かに気になるわね。いや、でもようやくこれでさ、流せるんかな、オルゴール。
ゲット。よっしゃ、これで、戻って、オルゴール流せばいいんか。とりあえずセーブしたんやけど、どっかセーブポイントあったっけ？こっちか。一回は確かこっちにセーブポイントがあったよな。さっきセーブせんかったらさ、ほんまいつ出てきてもおかしくないけんな、あいつが。いいところであいつ出てくるけんな。あ、よかった。これだわ。おやだ。こっち。さっき拾ったオルゴールの中身。はい。そう、それ。これのパーツじゃない？これで、シリンダーがこれと。よっしゃー！いい感じ。どういう曲って言われてもな。あ？なになになに？え？あら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 、こんなタイミングでできちゃいます？あららららら。おい、でもイベントが始まるパターンだと俺は読んでるね。とうとうとパーティータイム。あ、このタイミングでオルゴールが。ああ、女の子ができた。おう、帰ろうパパみたいな感じじゃん。バイバイって手振ってる。そして帰っていくのか。ああ、魂が抜けた感じになってる。成仏した。やっぱお父さんの魂がね、宿っとったんか、あの人形に。スピーチュアルですね。成仏したんやな。どうした？うん。ほんまに魂が宿っとったんやろな。しかも暴走しよった。あのラジカセの音声通りに。あ、無理だよ。お父さん人殺してたもん、前世。罪のないスタッフの人を殺してたから、あの人は地獄行くよ。え？そうなん？え？初め
丈夫。私は5歳だったし、もうすでに親が離婚してたから、ほとんど記憶はないからさ。はい。お母さんが仕事に出てて、一人で遊んでたら、少しだけ押し入れの隙間が空いてるのに気がついたの。え？扉の前に行ったら、隙間から子供の手が見えて、おいで、おいで。いや、信頼的なもん見えてるやん。信頼的なもん見えてるやん。なんか信頼的なもん見えてるやん。3回同じこと言った。いや、これは怖いわ。これは確かにトラウマになるわ、お前。ああ。いや、お母さんの服になんかえらいもんついてますけど。お母さんが買ってきた服、どこで買ってきたんや。なんかやべえところから買ってきたん。どこで買ってきたんだよ。その夜お兄ちゃんとお姉ちゃんが死んだって呪われた服じゃないか。どんなブラックマーケットで買ってきたん。墓地で売ってたん、墓地で売られてたんか。うん。そういうことでここ買っとったんやな。うん、お父さん別に生前何か犯罪に手を染めとったわけじゃないんだろ。だったら天の子言いとったんじゃないかな。よう立っててるよ。エロ要因としてめっちゃ立ってるよ。俺アズナのおっぱいを見たいからこのゲームやってるようなところあるよ。うん。でもお父さんは生前で人殺してるからダメだね。多分エマ大王に弾かれるね。もう成仏したしな。あいつ出てこんだろうし、もう普通に出ていけるんかな。まだ怖いんだ。またこの BGM 流れてきた。この緊張感のビハイ BGM。 どうやるけどさ、しまらんな。しまらん終わり方しそうやな。まあ腰抜けて動けないんだったら俺がおんぶしてあげるからさ、その時ちゃんと俺の背中でアルニャンのおっぱいの膨らみは感じるけどな。そうやな。ってことはもう出れるんかな、割とすんなり。よっしゃ。じゃあ、前は急いじゃ。おお、倒れてる、倒れてる。倒れてる、倒れてる。じゃあ、もうこっちから出て行っていいってことなんかな。
結局髪の毛が残っとうけどさ、もうそんなん関係なく、かき分けて進むかな。あれ？そういうわけじゃない？これでいいんか？あ、ここか。死ぬ時は奈々ちゃんが一番最初ですね。意外と硬い。本当に何なのこいつは。ちょっとエッチな感じの声に聞こえてくる。お、外が見えた。よっしゃー、出れたー。とうとう外に出れた。やった。めっちゃ明るいなぁ。めっちゃ綺麗な、いや、空。よかった。よかったよ。朝だったんだ。そんな長い間、なかったのに。あずさん、あんた泣いてるの？これは、日の光が目に染みただけで。ようやく脱出できた。もうなんもないだろう。そうだぞ。こんだけ綺麗な空が見えてるんだ。もうなんもないわ。ああ、ドジっ子め。結局弱虫はアズニャンだったわけです。よう、誰だ？電話じゃ。ああ、そうだ、友達を放ったまわそった。友達を放ったらかしだったな、そういや。それでさ、出てきてみたら、次はお前だとか言わんだろうな。大丈夫かな。ああ、無事だったんや、よかった。完全に放ったらかしっていうか、忘れとったわ、俺。そんな友達おるんだったなって。それから私たち3人はその場でひとしきり泣いた後、うん、朝日に目を細めながらホテルを後にしました。よっしゃ。誰もホテルでの出来事に触れませんでした。もう嫌やな、あんなこと出来事。コリゴリじゃ、コリゴリなんじゃ。受け止めきれてなかったのだと思います。あー、帰ってこいだー。わー、ミオちゃんの部屋めっちゃかわいい。ぬいぐるみ3個も置いとる。あ、風呂入るの？マジで？ちょっと？あおヒューヒューヒュー。ミオちゃんほんま、意外とエッチな体してるからな、君。むっちりしとるからな、割と意外と。ふぅー、俺モザイクとかカットとかせんからな。みんな YouTube にバンされるの恐れないからな。めっちゃ使えとんじゃ。まあ夜完全に朝になるまであの洋館おったもんな。徹夜になってる。
うん、ゆっくりした方がいいよ。俺が呼ばれしようか。何？あれ？あれれれ？あれれれれ？あれれれれれれれ？あれれ？あれ？見たことあるよ、それ。え？遊びじゃないね、これは。犯罪だね、それ。遊びのレベルじゃない、犯罪ですよ、それ。わあ。それでは次のニュースをお伝えします。ニュースになってる。ニュースになってる。また行方不明になってるやん、お前。まだなんか終わってないことあるんか、俺。誰だったん、鏡に映ったあいつは。女の子じゃないな、なんか。そんな感じがするけど。だってさ、お父さんと娘さんは成仏したのに。何かまだ残ったことあるんじゃ。まだバッドエンドなんじゃこれ。まだなんかあるんやな、エンディングが。わあ、まだ終わってないらしいですね、ホテルでの話は。皆さん、最終回に見せかけた最終回ではない感じのやつ、多分タイトル的には多分最終回っぽくせんだろうけど、まだ続くぜ、このゲームは。まだ真相は明らかになってないぜ、みんな。皆さん、また次回エンディング、違うエンディングを求めて頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。今回とりあえず今回はここでお会いとさせていただきます。次回も楽しみにしておいてください。週上げ。